今日は冬の新作についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、これかかってるコートなんですけど、これも2人と着てみよう。着てますね。どう着てみてどんな感じ？そうですね、自分はトレーニング行く前、夜練習なんで、最近すごい夜冷えてきて、で自転車で行ってるんですけど、自転車だとすごい、風当たるって寒いのがあると思うんですけど、このコート着てると全然寒くなくて、でこの手首のとこにリブあって、ここから風が入りにくくなってて、すごい着てて暖かいんで、これがこだわったポイントで、ここがね、閉まってることによって風を全部ここで止めてるから、暖かいです。そう、全然風入ってこない。こだわりポイント1。こだわりポイント1。マジでこだわりポイント1。僕も自転車の時に来てるんですけど、結構いいなと思ったのが、なんか普通のベンチコートになんかツヤ出てるじゃないですか、けどこれ全く加工になってて、それがもう普段の時にも着れるんで、今日も着てきたんですけど、それがいいなと思って。おお、うん、それ気づいた。はい、こだわったんですか。いいね君。こだわったんですか。名前は？なんて。すごい。そうなんだ。あんまりこうテカテカしすぎちゃうとベンチコートっぽくて、普通に会社とかさ通勤とかで使えへんから、これマットっぽくして普段でも全然こう着ても違和感なくかっこいいよ。わかりました。それもシンプルですもんね。そうなん、このエンブレムでもよかったんですけど、ここそうするとちょっとよりベンチコート感が強いから、エンブレムから抜き取ったこの MSC だけでかっこよくで、刺繍っていうところがまた、そうなんや。気づいた。あ、気づきました。いいね、いいね。名前は？あ、いいね、知ってます。そう、こう刺繍にすることによってよりこうシックな感じ。あとはもっとなんか気づいたことない？どう？あ、出てよかった。はい、はい、君。後ろがなんか、あれなんなんすか、なんかこうなってるじゃないですか、お尻の形。あ、気づいた。あれがなんか自転車乗ってて、だから、なんですか、お尻もちゃんと開けるんで、引っかかんないから。ここがね、ここがラウンドする形になってる。そうすることによってこうシルエットもかっこよくなるし、こう寒さも防げる。こだわりポイントです。こだわりポイント。そんな感じかな。これをみんなに着ていただいて、皆さんにサポーターファンの方々にこう普段から南葛江市を身近に感じていただきたいなっていうのがあって、僕たちでこういろいろ試行錯誤して。確かにいいっすよ。自分たち着てるし、これ一緒にサポーター着てくれたらなんか一体感ありますね。嬉しいよね。俺たちももう毎日来てるし、ほんと軽くてな、全然めっちゃ軽いんですよ。めっちゃあったかいし、あと僕今日手袋してきたんですけど、いいの持ってますね。なんかこれ結構ピチッてするじゃないですか、僕なんかゴワゴワしてるやつ嫌いなんですよ、なんか練習にも使えるじゃないですか、ピチッとしてるやつ。そうだよね、サッカー中でも使えるで、なんかいいなと思ってて、であと結構そのサポーターの方とか、普段仕事行く時とか、スーツ着てる人とかいると思うんですけど、これ結構スマートなんで、そういったスーツとかにも合うかなと思って。あ、気づいた。あ、そうない、こだわりっすね。ジャージじゃ、そう、こだわり、こだわりポイント、こだわりポイント。ジャージだけでもなくて、そういうスーツとか普段着とかにも合うようなこのシルエットというかデザインね、そしてもうこの刺繍、刺繍プリントじゃなくてこの刺繍っていうところが渋さ。え、これはこだわったんですか、この中のおしゃれな。あ、気づいた。グリップ、グリップ、そうそうそう、これね、このグリップがね、普通のグリップじゃなくてもうちゃんとここに南葛江市って。そうなん、ここに入れることによってふとした時に南葛江市、こっちを見ても南葛江市、こっちを見ても南葛江市だから、もうよりみんなで一つになってっていう。そういえば純平さん、俺今日ここ来る時に首元なんかつけてたなって思ったんですけど、あれなんですか。あ、気づいた。あ、気づきました。そうなの、それね、このネックウォーマー。あ、ネックウォーマー、これもいいんよ。いいんですね。もうやっぱどうしても首はちょっとほら開いちゃう、こう締めてもいいんやけど、そっからこれ中にこれ いっといたらもう出来上がる。さらにそうで、これねいいのが、中このフリース素材になってて、でも全部フリースじゃなくて表がこう、こうツルツルした生地になってるから、でパッと見ても全然違和感ない、そのやぼったくない。で、あとこの切り返しね。切り返し、切り返し、切り返し、普通これなんもない、こうただのこう、こういうところを一周切り返してるから、切り返してるから、得意の、得意の、得意の切り返しです。プレーと一緒で純平さん切り返してるから、で、これね、一応こう、ここ前についてるから、この NSC がね、これ一応後ろにする形で、これは自由やから、こんなファッションは自由やから、これ前につけてもいいし、前につけたらこれちょっとピッピラってなんねんけど、これ気にしませんよっていうのも男らしいから。ちなみに他に冬物とかあるんですか。
僕はね、あと1個このソックスです。この NSC の刺繍が入ったソックス、これ何がすごいかってサッカーソックスと同じ素材で作ってる。これ俺たちはサッカーしてるから結構履く、はいはいはい、あるかもしれんけど、普段さあんまサッカーしてない人ってなかなかサッカーソックス履く機会ない、ね、これ履くことで、あ、こんな感じでサッカー選手サッカーしてるやつ通勤しながら感じる駅向かう途中に、あ、こうやって足元こんな感じなんだっていうのを感じてもらいたくて、通気性がいいからね、サッカーソックス、蒸、はいはい、れない蒸れない。そして満員電車ちょっと暑くて、ちょっと暑くて全然大丈夫、すごく。そして長すぎない、ああ何よ、はい、これチラッと見えてもおしゃれやから、はい、そうです ねただの黒ソックスじゃなくて、だチラッと見えた時に、お、何すんのっていう話題の一つ、脱いだ時もおしゃれ、うん、そうそうそう、靴脱いだ時もおしゃれ、履いてもおしゃれ、100点です。でもこの時期通気性がいいって言って果たしていいものなのかが結構微妙ですね。意外と蒸れるか、あれますか、ブーツで履くか分かんないけど、で、忘年会シーズン雑誌脅威から、まあ、これ忘年会新年会シーズン雑誌脅威からすごい出てくるな、靴脱ぐシーン多かった時にこの通気性の良さのサッカーソックス。